ち伏せみたいになっちゃう。暇しかない。もう関わりたくもない。リバーズローンやめてきたと言ったな。どうしてやめたんだ。もうしょうがないな。嬉しい。探偵？リバーズローンが関与している可能性のある事件について調べている。どうしてあの二人の名前を知っていたわけだ。頼む、話を聞かせてくれ。君の助けが必要なんだ。じゃあもう大丈夫、それじゃ話をしようか。俺は鎌田学ぶだ、よろしく。どうしてリバーズローンやめたんだ。もう嫌になったんだ。人を騙して金を借りさせたり、脅して金を巻き上げたり、人の不幸の顔を見るのはもうこりごりなんだ。消費者金融なんて言ってるけど、ほとんど闇金みたいなもんだ。最近気づいたんだけど、バックにもそういうらしい組織があるみたいだな。ほんとやめて正解だったよ。実はあのおっさんのことは俺もあんまりよく知らないんだ。ただ相当ヤバい男なの、確かに。バイト情報誌なんだ。面接に行ってみたら金返しの会社でさ、でも給料はいいし、なんとなくで始めたんだけど、結局それから5年も、5年はすごいな。刈谷が直接担当したケースだった。通常だったらすぐに俺ら社員に仕事を振るんだが、あの2人の件は最後まで刈谷が担当していた。それで妙に思ったんだ。俺はもう会社を疑ってたからちょっと調べてみようとした。見られた？普通金貸しってのは客が来るのを待つもんだろう。でもあの二人の場合は違ったんだ。こっちから貸しに行ったんだ。おかしな話だろ。どうしてあいつらが金が必要だって分かったんだ。結論はこうだ。彼らに借金を作ったんじゃない。作らされたんだ。賭博なんだ。怖い連中が仕切ってるメダルゲームの店さ。ただのメダルゲームじゃないのは分かるな。つまりその店とリバースローンがグルになって彼らを借金漬けにした。悪夢だよ。また俺がそんな悪どい会社で働いてたんだってよ。そのメダルゲームの店はなんて店なんだ。スパンク、六本木にある。徐々に事件の全容が明らかになってきた。賭博と借金のつながりは分かった。しかしなぜ二人は死ななければならなかった。多額の保険金、両親はその受取金からリバースローン借金の返済金を支払っている。保険金殺人の可能性があるって。なるほど。保険金殺人としたらあの二人の死を事故死に見せかけることも辻褄が合う。自殺の場合は免責期間が過ぎないと保険金は入ってこないし、殺人で済んだとなればそれはもってのほか。しかし妙なのは、二人はかなり前から保険に入っていたようなんだ。刈谷たちが彼らに保険を入れたわけではないんだ。刈谷たちが彼らに保険が入っていることをどうやって知ったのか、それがわからないんだ。ありがとう。十分だ。だったら気をつけな。あそこ式っていうのはかなりヤバい連中らしいからな。結構有力な情報でしたね。入ってみるか。
さまざまな種類のゲーム機が並んでて、なんかね、まあちょっとね、やばいのもありそうだけども、どうなさいました？初めてなんだ。失礼ですが、お客様、当店のことをどこでお知りになりました？紹介した店のお名前を教えていただけませんか？ハリア。メダルね。こんな店に入ってしまったら大きく後悔していた。3万円、今の俺には、いや今でなくても俺にとっては相当に痛い金額だ。痛いよな、割と。そんなうまい話があるのかよ。得意じゃないから座らないのか。結構いるのね、人は。うわー、やばそうめっちゃやばそう。店長なの。危ない連中が仕切ってんの確かっぽいね。店内は注意深く歩き回ってる店員の目の方が厄介だな。なんとか盗めないもんだろうか。今ある負けを取り返したそうとしたのにこのざまだ。もう死ぬしかない。おい、ちょっと待てよ。やろうよ、うん、しかし代わりに一つ俺の頼みを聞いてもらえないか。ああ、簡単なことさ。店の奥にあるゲーム機の前で店員に話をしてほしいんだ。ゲームのルールを教えてくれても何でもいい。足止めしてくれ。あの位置だったら立ち入り厳禁度は目に入らない。よし、今のうちに。ムーブじゃないの。見ればいい。よし。しかしゆっくりしていられない。ほんとそうだよ。だいたい6畳くらいの広さ。店長室ね。金庫開けたいと。引き出し？全部気にならない？
強行策で行くしかないんじゃない。これを使えばハンマー、もう本当にあれだな、無理やりだな。ビクトもそれはしないでしょ。ん？絵の裏に、あ、よっしゃ、いや運いいな、これは運がいい。まあ結果オーライだ。じゃあそれを、金庫の中に厳重に保管されていた封筒、やはりよほど大事な封筒なのだろうか。あ、名前があった。顧客リスト、生命保険の顧客リスト、保険金が親に支払えたところで借金の回収としなり、悪度にも程がある。とにかく顧客リストは動かぬ証拠となる。これさえあれば一連事件も明るみに出る。それに加納軍事、あの男はこの事件に一体どう関与。確かにこのお店のことも知ってるのかな。太田生命保険か。よかったね、本当に運いいな。おや、もうおかえり。確かにな、ちょっと怪しまれるよね。あ、ああ、興味本位で来てみたんだが、ギャンブルは俺のショーに合わないみたいだ。いいのか、それで。お！あ、よかった、返してくれた。いや、本当に、なで、ほっとしたわ。え？あの男、あんたのおかげで勝てたよ。これで死なずに済む。そうか、もうギャンブルはこれ気にするんだな。ああ、もちろんだ。よかったな。俺は懐に隠し持った例の封筒に目をやった。この封筒、ここにクマさんに渡せば。え、おーおお、ずいぶん頑丈な体だな。気絶させるつもりで殴ったんだ。か、可能、いろいろとしつこく俺のことを嗅ぎ回ってくれたみたいだな。お前警察内部の友達がいるとは知らなかったよ。まあいい、どうせすぐに終わりだ。やっぱ知ってたのか。お前の目的は、お前には関係ねえ。なるほど。本来なら不法侵入で現行犯逮捕してもいいんだが、こいつでチャレンジしてやる。ま、待て。不法侵入の件はチャレンジしてやると言ったが、お前が警察に追われていることに変わりはない。じきにここにも警官がやってくる。逃げ切れるかな。ふざけ。警察の役目だみたいなことか。手がかりはつかめたのに。あの男との出会いが全てなの。またこの話なのね。ナンバー4いきます。太田生命保険会社。闇賭博場であるスパンクで見つけた顧客リストの入っていた封筒がここの会社のものだった。ここに何か手がかりあるのに違いない。もう何でも行くのね。3階建てね、立派じゃん。
案外すんなり入れるものだな。確かに一番驚きだね。ガード緩いね。多いね。デスクもしっかりしてて普通のオフィスビル。どうしました？どなたかと約束でも。ああ約束してたのはどうやら今不在のようだな。でなおよろしかったら伝言を伝えておきますけど。いや結構だ。その人物でさっき電話して留守電を入れておいたから時期にかかってくるだろう。明日また来るよ。むやむや入れない。まあ確かに社員が出てくるかもしれないからな。うん、もう少し待てば帰宅する社員たちが。1時間待ったんだ。まあ仕方ないよな。他の人物は、まあ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 確かに。ああ足を止めてくれた。転職しようと思ってる。まあ会社のそこの口コミね。結構働きやすい職場は和気あいあいし、嫌な上司も少ないし。中の下の評価まあ引いちゃうな。会社内でなんか浮ついた話みたいな。あすごく儲けてる人がいる。副業で何かやってるらしい。もしかしたらさっきあのパチンコじゃなくてあのさっきの六本木のとこであったあいつじゃね。もしかしてその人物がこの件に大きく関わってるかもしれないな。オンラインなんとかみたいな。やっぱりそういうのは聞いてないんだね。営業部の西尾さんって人なんだけど結婚の予定があってまだ全然若いのに都内に大きな一軒家を購入したんだって。別に家が金持ちとか聞いたことないしすごいなってみんな言ってて。うん、まあ出世するのを見越してみたいな。西尾さんよ今話していた人、あの男か。これは初、うん、あれなのね。初めて見た人だね。あんた西尾だな。少々話が聞きたいんだ。あんた随分と副業で儲けてるらしいな。そのことで詳しい話を聞きたいんだが。すいません。え、待ってくれ。こんな形になってまで彼女に邪魔されるとはな。マジか。いけたかもしれないよね。え、携帯？お、熊野。
最近の調子だ。そんなことより手違いの容疑だってことで聞いてください。高橋翔子という女性の行く先を調べていたらしい。ちょっと動き回ったからね、事務所。じゃあ行くか。熊谷さんから話を聞きました。お疲れになったでしょう。とりあえずゆっくりしてください。まあちょっと今休むか。じゃあ西尾について、太田生命保険の営業部に勤める西尾という男について調べてもらいたいんだ。西尾について何か調べてくれた。28歳、太田生命保険会社の営業部に所属。社内や近所の評判いいようですし、過去に犯罪歴などもありません。結婚1ヶ月後に控え、今は中目黒の新居に住んでいるそうです。すごいね、有能な女子じゃん。すごい、有能すぎる。有能だな。ありがとう。じゃあ改めて、すごい有能だった。じゃあ中身から行かせてもらいます。うわ、豪邸じゃん、すごっ。力強い表情ってね。いるのかもしれないね。どういうことだ、あの女性は一体。いや、それよりも、いや、西尾は留守ではなかったのか。あれは確かにあの家の中にいる。一体何をしてる。そう言われると意味深だけどな。あ、出てきた。1時間ぐらい出てきて、あの表情。ちょっと追ってみるか。え、うわ、加納郡司だった。あの女性は一体何者なんだ。そして加納はなぜあの女性をさらったんだ。とにかく彼女と加納の行方を探すには、まず西尾と彼女の関係をはっきりさせればならない。もう悠長なことは言ってられない。何としてでも西尾に話を聞かなければ。
マジで。マジかよ。西尾恭一、中にいるのは分かっている。出てきて話を聞かせてくれ。で、ナイト、さっきこの家から出てきた女性が危険な目に。西尾恭一、とにかくここでは近所迷惑ですから中に入ってください。雅子に何をした？汚いぞ、雅子にまで手を出すなんて。俺もまあ、ここはどこ。彼女を危険な目に遭わせてるのは俺じゃない。なんだって、さっき俺の目の前で彼女がさらわれたんだ。何でもする、だから明子だけは。少し訳があって、ある殺人事件について調べている。彼女は高橋明子、僕の婚約者です。どっかで聞いた気が、あいつだな、加納が訪ねてたって言ってた、あの熊さんから聞いたやつ。一体どうして加納が西尾の婚約者をさらっていったんだ。あんた勤めてる太田生命保険の顧客リスト、それが外部に流れている可能性がある。そのことについて何か知らないか。ずいぶん立派な家だな。これだけの家を建てるなんて金の捻出には相当苦労したんじゃないか。まあ、ちょっと失礼だけどな。加山加納という男の名前に聞き覚えはないのか。本当にないの。おお、知らないんだね。西尾恭一、肝心な質問にはだんまりばかりだな。これでは一向に手がかりが。正直にちょっと言ってもらわないと。この女のこと知ってんの？あの人、加納さんの狙いは僕です。神宮寺さん、彼女を連れ去ったのが加納さんだとすると、きっと彼女はあの人の家に連れて帰ったはずです。ここに加納さんの家の住所があります。雅子はきっとここに監禁されているはずです。どうか助けてやってください。僕ではもう無理です。話が見えてこないな。加納とあんた、そしてあんたの婚約者の雅子という女性との関係は。まあ言ってくれないんだ、大事なことは。まあ信じるよ。さあ、その加納の家でしょう。近いんだ。ほんの近いんだ。古ぼけた一軒家。あの晩は、さっき西尾の家の付近で高橋雅子をさらった晩だ。やはり西尾の言う通り、彼女はここに連れてこられているんだろうか。まあ普通には入れてくれないと思うけどね。